チェコ。バイチェコ。事故りました。今事故ったな。なんて言ってた、はい、ちなみに。バイザボです。バイザボ。いや、誰やの。ペレイラ、うん、まだか。遅いな。ペレイラ発表は。遅いな。遅いよな。ぐるぐるとは言われてますけど、うん、痛みで見たって噂ないんか。いや、ほんましおんほんましおんも発表されてないしね。中川も発表されてないし、大阪も発表されてないし、あの代理人がインスタに飛行機の中でさ、うん、撮ってる写真、うん、上がってたけど、うん、あれはよう見たら2年前の写真らしいな。なあ、あの代理人、なんまにあいつ、なあ、腹立つ感じやけど、なんか振り回されてるとか、ガンバサポが昨今ツイッターのねタイムライン見てると、でも本当やばいから、ちょっと今日はペレイラ、うん、はい、もう来ると仮定してレアンドロ・ペレイラについて予習しとこうというね、予習しとこうというね、シチュエーションパターンですか。シチュエーションパターンです。もうもう調べとこうか。そんなもん先調べといて、もうここはね、もう来ないとやばいよ。もう一気に補強がもうなくなるから。そうやな、フォワードのあたりまで補強が薄くなるとな。ペレイラ来て60点やから、補強的に、うん、なあ、ペレイラ来いともうほんまにやばいよ。もういや、ほんまそうよ。山見くんを早く、そうそう、1年早く入れるしかなくなってくる。後輩卒業させて。レアンドロ・ペレイラってどんな人。はい、29歳ですね。うん、91年生まれやったかな。はい、3つしたいですかね。宇佐美の1個上やね。はいはいはい。2019年、うん、まず松本山が FC に J リーグキャリア的には、うん、はいはいはい。でも半年で12試合2得点、うん、まあまあまあ微妙ですね。微妙な活躍でしたね。で、同じ年の8月に広島へレンタルした。もう広島行った。まあだから広島微妙じゃなかったかな。なんかスカウティングが光るものを感じてたんやろね。動きは良かったんかな、うん、2点だけど、うちらだともっとやれるみたいな感じになったんでしょうかもしれないね。で、去年ですね、うん、広島でリーグ最の15ゴールを挙げています。決定力はあるようです ね, ね。特徴とかね、ちょっと知りたいけどね、うん、レアンドロ・ペレイラ、どういう選手か、そうそう、はいはいはい、身長も含めてどういう、まとめました。まとめました、ありがとうございます。一目でわかる、はい、レアンドロ・ペレイラの特徴です、はい、こちらです。まず190センチの長身、はい、背が高いです、はい、で76キロか8キロぐらいなんで、まあ、細身のモデル体型、モデル体型スラッとしてますね。細マッチョ、すごいこう、うん、絵になる、はいはいはい、見た目美しい体ですよね。綺麗な、しなやかそうな体、絵になるとかいらんからね、はい、で次が、うん、結構タトゥーがね結構多いですね。結構両腕と、はい、ちょっと首の方にも半袖のユニフォーム着ると、うん、しっかりあタトゥーが見えます。だからまあかっこいいですね、細身でタトゥー多めで。はい、ほんとモデルみたいな。はい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 、はい、で次が、うん、まあ、これはインスタ情報なんですけど、はい、まあ、奥さんが結構強そう。前にも言いましたけどね、これは強そうよ。もうすごいマッチョなボディービルとかやってるのかな、かな、奥さんすごいアスリートなんかな、うん、でまあそれインスタ繋がり、うん、まあインスタ全体的にまあ楽しそう、うん、まあ、これはブラジルの、うん、なんか陽気だね、うん、アデミューソン時代から、うん、アデミューソンの時も思ってましたけど、やっぱこう楽しそうなインスタを、はいはいはい、まあ、こんなところかな。どういや、わかるか。わかるやん。何やねんこれ。わかるでしょ。プレーメンとかかけよな。こういうシュートは得意とか。プレーメンはまあ別に、うん、俺らがわざわざやることではないな。いや、俺らがわざわざやることやん。そのなんか専門的な人がやるべきかな、ね、なんか、俺らでやったらもう1個で見れるやん、全部もう、ね、細身のモデル体型とか、何や2個目、タトゥーが多いとか特徴ですよ、うん、タトゥー多いし、いや結構遅いね、レアンドロ・ペレイラについてあげる動画としては、うん、あ、ガンバサポとしても遅いけど、うん、J リーグ YouTuber としても遅いね、だってそれで今更分かった、うん、あのじゃあなんでこれやってんの。じゃあなんでこれを企画しようってやってん。みんなプレイスタイルのことは多分もう周知してるから。まあそうよね、ガンバサポ降りてたから、ね、そこでやっぱ出てない、うん、出てないでしょ、出てない、モデル体型でタトゥー多めで、いや見たわかんない、奥さん強そう、インスタとか見たら全部わかんない、インスタ見たら全部わかる、もうこれインスタで、インスタの人もインスタ見たらわかる、奥さんとインスタ見たらわかる、見ない、多分そんな見ない、なんなら来てから見るから、あーなるほどな、なんなら4個中2つアデミューソンハマってるし、4個中1個入れ口ハマってるし、ブラジルに言うて、それはちょっとでもガンバのタトゥー率が増えますね。そうですね、うん、ペレイラ、パトリック、入れ口、ええやん、スリートップス、なんでタトゥー入れ口どこやん。
結構いかつめのスリートップを。ああ。はい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 。で、多分全員スタメン出てるってことも全然ありますから。福岡のヤンキー集団みたいになってる。時代が変わってきましたね。変わってきたね。え、そう、タトゥー入れたやつトップ。結構いかつい集団になってきたよな。なってきたよ。ガンバも。なんか、あれ山本くんとか。うん。そうだね。入れへんねん、ダメ。首にマリアのな、うん、タトゥー入れたりさ、一番やばいんですよ。190センチやから、うん、まあ、こうな、ヘディングが強い、真面目な話すんのかよ、ね、え、どうなんよ、パトリックも同じような感じや、190長身、はいはいはい、タトゥー多い、奥さん強そう、うん、どっちがいいの、パトとペレーラやったら。まあ、じゃあボールはやっぱ収まるでしょ、ペレーラの方が、うん、ポストプレーは、うん、なんかやっぱこう、それこそこのモデル体型っていうのが多分鍵なんだけど、はいはいはい、ただ背でかいだけじゃなくて、はい、やっぱり足しなやかなのよ。ああ、プレイもね。ゴツゴツしてないの。190センチに見えて、はい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 、ああ、なんか長身あるあるの、ゆっと、のぺっとした感じじゃないと。ああいう、こういうタイプの長身フォワードは、うん、結構足元あるのよ。で、ね、まあ、タトゥーが多いっていうのは、また言ったで。ああいうタトゥー入れる人って、うん、結構その計画性がある。だから、ない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 。しっかり、次の1手、2手、3手を読んだプレイが結構。やっぱ次な、やっぱでもあれどういうこと、結構さ、あの量でガッツリ入ってるから、多分次何入れようかなって決めて、うん、結構入れると思う。あ、そのヤンキーの女の子みたいに、そうそうそう、ノリで入れちゃったじゃなくて、タクヤって名前入れて次サソリ入れるみたいな、こういうことじゃないと。じゃない。結構で全体的なデザインがね。そう、うん。決まって設計がされてると、うん、奥さんが強そう。これ関係ないよ別に。俺、奥さんがこれ普通のね、うん、まあ専業主婦である、はい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 、みたいな。専業主婦かどうか知らんもん、お前。パターンの、うん、あのアスリートの奥さんいっぱいいますよ。まあいっぱいいらっしゃいますね。でもやはり。もう明らかにアスリートじゃない、うん、もう何かしら自分でも、うん、あの自分を追い詰めてやってはる奥さん、はい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 、はい、ってことは この人が作る食事、あ、めちゃくちゃ気使ってると思う、多分そうやな、奥さん自身も結構そういう脂質カットしたような、食事も良さそうやな、厳しくやってくれると思うんです、あ、レアンドロ・ペレの管理をしてると思う、うん、そうそうそう、うん、だからその激太りでキャンプ来るとか、そういう外国人結構ありますよ、いました、ね、そういうのは絶対ない、過去にいましたね、アデイブリスもちょっとお腹ぽっちゃりしてきましたからねそういうのはないですよ、はい、そういう選手です、はい、なるほどね、これ大事です、なんかちょっとプライベート気になりますけどね、インスタ楽しそうとか、うん、まあ、これはだからその、うん、事故とかだけは起こせない、そうね、お酒飲んでもいいけど、はい、うん、もうあんな思いはしたくないっていうのはありますけど、そうやな、まあ、そうやね、プロとしてやってください、まあ、これだけじゃパトリックがめちゃくちゃ真面目で、ね、はいはい、模範的な選手やから、うん、パトの横におったらやっぱりちゃんとなるとは思うけどね、ペレーラ やっぱりあれなんかな、うん、9番つけんのかなでしょうね、まあ、開くからね、うん、なんかプレッシュとか見たけど、はい、とにかくいい選手やね、ほんまに、うん、めちゃくちゃいい選手やからガンバに超欲しいね、宇佐美とめっちゃ合いそう、あ、思いました、ポストプレーもできるし、あ、それはいいかもね、うん、足元もあるから、そうね、うん、まあ、これこういう感じで、こういう感じで、まあこれまあ、うん、ほんまに近日中に多分発表されると思うんで、うん、最後にまとめると、はい、ペイラ君ガンバ大阪へライドミかかんでよくないこれな、かかんでええやろいちいち